サリーマン・サリーマンはアメリカの女流写真家、バージニア州レキシントン出身、ホリンズ大学卒業。レキシントンの人里は慣れた地方に夫と3人の子供、ジェシー、エメット、バージニアと住み、自らの子供たちや米国南部の自然を大ンカメラを使って撮影することで知られる。1990年代に米国で最も人気のあった写真家の一人、 12歳の少女たちをテーマにした1988年の作品12歳が高い評価を受けて注目される。1992年発表のイミディエットファミリーによって彼女の名声は一気に高まった。ここではサリーマンの3人の子供たちがラ体で自然を駆け回り、血を流し、時には気取ったモデルとなっている。子供が見せる一瞬の大人の表情、 彼らの純真さと、気だるさを見事に捉えたモノクロームの写真による、透明感のある表現は、バージニアの自然を背景に、印象的な作品となり、大きな賞賛を受けた。同時に、これらの作品は、宗教保守派より、児童ポルノであり児童虐待だとの激しい非難を浴び、論争を呼んだ。この作品の制作をテーマとして、児童ポルノ論争にも触れたドキュメンタリー映画に、 地の絆、サリーマンの生活と制作があり、1993年アカデミー賞短編ドキュメンタリー部門にノミネートされている。最近作は、子供よりも、より技巧的な作品や自然をテーマにした作品が多い。なお、東京国立近代美術館は、イミディエットファミリーより、署名入りプリント数点を所蔵し、展示会で見ることができる。ありがとうございます。